元セクシー俳優の上原あころもさんと番組内でカップル成立して注目を集めた、お笑いコンビ、カカロニのクリアさんが5月25日に TWITTER を更新。この機に乗じて芸人として勝負をかけたところ、いきなりピンチに陥ってしまったことを伝えています。彼女いない歴33年のクリアさんは、5月11日放送の恋愛バラエティ番組、ヒロミ、サスハラの恋のお世話始めました、ABMA に出演。上原さんへの猛アピールにより見事カップル成立を果たし、番組上でのことと知らず、実際に彼女ができたと思い込んだ一部から、お怒りの DM を多くもらうアクシデントに見舞われつつ、5月25日の同番組では初デートへチャレンジするに至っていました。上原さんとの一件に加えて、ゴッドタン、テレビ東京系、や、クリームなんたら、テレビ朝日系、など、バラエティ番組でもその顔を見る機会が多くなってきているクリアさん、デート会放送と同じ日には、今年が勝負ということで、意を決してバイトを辞めました、と、芸人と並行して行ってきたバイトを一念発起して辞めたことを報告。しかし、芸人だけでは未だ生活できるレベルではないようで、78,69円、と記された給与明細の写真とともに、そして終わりました。辞めるタイミング間違えた。さて、どうしようか。皆さんお仕事ください。お願いいたします。と訴えかけています。ネットの声、勝負かけるもって書いてるから、てっきり7万円かけて外したのかと思ってた。タイミングは間違えちゃってるけど、次は間違えないようにまた何かやったらいいさ。上原あころもは、その道では優等生、仕事を選ばず頑張ってきた。こんな賞もない芸人で人生を無駄にすることないと思うんだが、番組の企画ならしばらく付き合うのかな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。